さん、ご視聴ありがとうございます。リーフチャンネルです。さあ、動画のね、冒頭にもあった通り、何かね、たいの知れないちょっと爬虫類をねお迎えしてしまったんですけども、これね、ちょっとショップさんからこれプラケごとちょっとお迎えしちゃいました。ご好意でね。それでこのキッチンペーパーを、まあ、慎重にね、こうどけていくと、プリンカップがね、これ本当にちっちゃいんですよ、このプリンカップ。どうだろう、見えるかな。そう、これね、最近ね、月光な学校ということで、ヤモリをね、ちょっと中心にちょっとお迎えしてきました。まあ、これまでレオーパ、マックスノート、マーフィーパターンです。あとは西ヤフ、まあお迎えしてきましたけど、これね、これ私の手なんですけど、こんなにちっちゃいプリンカップにすっぽり入ってるこのトカゲ、これね、赤目カブトトカゲなんです。でもね、こんなちっちゃいのね私正直見たことなくて、いやー、見た時大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、ショップさんのね、ショップの店員さん、ご好意でお迎えすることができました。はい、それではね、せっかくお迎えしたんで、まあ、このプラケちょっとね、飼育するのにちょっともう急遽お迎えしたんで、ちょっとケージがないっていう話をしたら、とりあえずじゃあこのプラケ持って行ってくださいっていうことなんで、このプラケをね、きれいに洗浄を消毒した後、いつものようにキッチンペーパーをちゃんとね、プラケの床のサイズにちょっと折って きれいにね、はい、これが床材という形で、とりあえずね、このキッチンペーパーの方で、管理ということにしていきたいと思います。はい、そしてシェルターなんですけど、こちらのね、ウェットシェルター、これ上にちょっと水を張ってね、湿度を保つんですけども、この赤目カブトトカゲっていうのはやっぱり高湿度の環境で育てた方が調子がいいということなので、一応このウェットシェルターを入れて、はい、これですね、ちゃんとね、帰宅までに、プリンカップの中でうんちもしましたね。まあこれショップさん CB なんですね。まあなので、非常に管理も行き届いてて調子いいということなんで、まあ安心してお迎えすることができたと思います。で、前ね、ちょっと手から、まあこのケージの中へ最初入れるっていうのに、やっぱりご指摘ね、まあいただいた方もいらっしゃるんで、まあ、今回はプリンカップから直接ね、そーっとケージの中に入れて、これで、セット完了っていう感じですかね。はい、もう早速ね、シェルターに入ってもう隠れてしまったんですけど、とてもね、臆病なトカゲさんなんですねまあなかなか見ることできないかな。はい、まあそうこう言ってる味うちに、これ翌日の日中なんですけれども、これ実は俺夜行性だと思ってたんですけども、意外と日中ね、こうやってね、シェルターの外に出てきて、もうちょこちょこ動いてるんですよ。だからまあまだ環境に慣れてなくてね、落ち着かないのかもしれないですけども、まあちょこちょこ出てきてくれたんで、まあ私もね、まあ当分ちょっと
メンテナンスの時以外はちょっと見れないかななんていうふうに思ってたんですけども、なんかねちょっと見ることができました。はい、それでこの赤目カブトトカゲなんですけども、なんか別名はね、メベニカブトトカゲ、まあ目の周りがね大人になると赤くなるということなんで、まあメベニカブトトカゲなんていう別名もあるんですけども、まあ生息地はインドネシア、ニューギニア島とかパプアニューギニア、まあこちらの方でね生息していて、で成長すると、全長15センチから20センチぐらいになると。で一応ね発生器官を持ってって、鳴くことができるらしいです。なかなかね赤目カブトトカゲの声っていうのは聞くことができないと思うんですけどもね。で一応生態としては、熱帯雨林のまあ林のね木の下あたりに生息していて、夜行性ということなんで、こうやってね日中こうやって出てくるっていうのはなかなか珍しいことなのかなと思うんですけども、で植生はね昆虫、節足動物、カエルの幼生だからオタマジャクシなんかもなんか食べるみたいですね。で繁殖形態は卵生なんで卵を産むということで、1回に1から3個の卵をやっぱり数回に分けて産むそうですね。まあ赤目カブトトカゲね、もうちょっと大きいサイズちょっとお迎えしようかなと思ってたんですけども、こちらね埼玉県の川口市にあるヒステリックモンスター、ケニー川、埼玉川口店さん、こちらの方ねちょっと東京首都圏のショップさんどうなのかなと思って3月1日にちょっと偵察に行ったところで、ちょっと夜8時過ぎにちょっとお店に入ったんですけどね、でも店員さん心よく迎えてくれていろいろ説明して、まあ信用できるところだと思ってこちらの方赤目カブトトカゲのベビーをお迎えしました。まあねこれね大事に育てて大きくしたらちょっとね近くのハチクラさん行ってちょっとこれのね相方を探したいと思います。で繁殖できればね楽しいかなと思います。それではね今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。